皆さん、こんにちは。滝沢勝成でございます。先日、任天堂スイッチより発売されました、株式会社ホリーさんのギターライフというゲームソフト、皆様チェックしていただいておりますでしょうか。えー、このコントローラーを監修させていただきました、プロギタリスト、ギター講師、滝沢勝成、本人による紹介動画を経てからの補足動画でございます。YouTube のコメント、Twitter のコメント、まあ、たくさん。 いろいろとフィードバックをいただきまして、まあ、思いでね、そういう好意的なご意見いただきて、すごく嬉しい限りでございます。けれどもですね、ちょっとこう、もう少しこの辺分かってほしいなっていうところもあったりとかするので、ちょっとそれの補足と言いますか、説明をさせていただこうかなと思って、この動画を撮っております。すでにギターライフをやっているという方はもちろん、ああ、ギターライフちょっと迷ってんだよなという人もですね、購入の判断材料として参考にしていただけたら、すごく嬉しいところです。まずですね、今回のこのギターライフ、 ターゲットとして、むちゃくちゃ初心者に向けて設定されています。ギターを触ったことがない。弾いたことがない。もしくは過去に挫折してしまった。まあ、こんな方々にも楽しんでいただけるように中古とって、実際触ってみればわかると思うんですけども、難易度がね、むちゃくちゃ低く設定されています。 レッスンモードがね、入ってるんですけども、そのレッスンモード初級編を進めていくとですね、本当にもうこれからスタートして、これからスタートして、こんな感じで、こんな感じで、まあ、一本指、二本指だけでもですね、この楽しめるような工夫がたくさんされているわけなんですよ。で、何よりもやっぱこういうものの継続をする、上達をする一番の大前提の条件として、楽しむこと。 があるんですけれども、その楽しむことに到達するためには、やっぱりこう、できる喜びみたいなのがですね、一番の原動力になったりとかするんです。けれども、普通のギターってさ、アコギとかってさ、バージャラーンとかで練習してもさ、アコギって褒めてくれないじゃないですか。あ、上手だよ、竹田さんみたいな。あ、今の字いいね、竹田さんみたいな。 あ,あ、ちょっと今、D、ちょっと惜しかったね。あ,あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ,あ、右で乗せる。あ,あ、いいよ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 、その字、いいよ、とかって、そのギターが言ってくれるわけじゃないじゃないですか。けども、このギターライフにおいてはですね、もうできないときはですね、ここができてないよっていうのが具体的に目で確認できるわけなんですよ。例えばそのコード一つとってもですね、今どこを押さえているのかっていうのを、そのコントローラーならではのメリットとして、押さえられているところも表示されるし、押さえられてないところ、間違っているところも同時にちゃんと表示されるんですよ。これね、 紹介動画の中でもね、すごく伝え、強調させていただいたんですけどね、普通のギターの練習にはですね、まずできない、むちゃくちゃいいメリットです。手元見てもですね、もうどこが間違ってるかわかんないっていうレッスン、あの、結構生徒さんいらっしゃるんですよ。で、僕がね、その、あ、それ中指3弦ですよとか4弦ですよつ言ってもですね、なんかこうギター押さえてるんでど、中指でどれだみたいな感じで薬指動かしちゃったりとか、えー、それ5弦ですって言ってもですね、その5弦がわかんなくて、こっちで借金みたいな感じで違う弦に行っちゃう方、結構多いんです。 けど、こういうものがすごくなくて、もうしっかりとわかりやすく画面中にバーンって出てくるね、むちゃくちゃ大きいメリット。ほんと、これはね、めちゃめちゃに見逃せないところです。で、そういったものね、減ると、やっぱりこう、点数で出てきたりとか、なんか星マークで出てきたりとか、なんか音楽がチャージャーって出てきたりとかして、やっぱこのね、できた喜びとかね、できた実感みたいなのが出てくるもんなんですよ。普通のギターって、その、できても褒めてくれないし、ゲームクリアとかもないし、レベルアップのステップアップとかもないし、 だから、まあ僕もそのレッスンとかをさせていただく中で、まあできる限り、あの、ここができていて、ここができてないっていうのをですね、まあ明確に言うようにしてるんですよ。そうしないと弾いてる本人もさ、どこができてて、どこができてないかわかんないからさ、なんかこの、張り合いがないっていうのかな。なんかすごいこのやりがいがないというか、これできてんのかできてんのかわかんねえな、これやってんのかわかんねえな、なんかもう嫌みたいな感じになっちゃう方が多いと。まあそういった点、このね、ギターライフにおいてはすごくこのクリアされていて、えー、そのできる楽しさ、 でも、まず気づいていただけるんじゃないかなと思っているところなんです。で、それがね、楽しいからもっとやろうみたいな感じで、結構コメントの中にはですね、あの、すげえ面白くてもうずっとやってて指がめちゃくちゃ痛いみたいなコメントもあったりとかしたんですけども、結構そこはね、あの、すいません、あの、もう乗り越えるとこです。最初指痛い。<laughs> しょうがない、しょうがない。ちょっとこう対象がこのゴムであっても、ね、指痛いと思います。しょうがない。でもその指の痛さもですね、この、練習している達成感の一個、一つだったりとかするんですけども、 まあそんな感じでございます。内容として、レベルとして、難易度としては、かなり初心者の方対象としていて、まあ、その趣旨としてはそういうことなのかなという感じがしますですで。僕はそのレッスン内容の方に関してはそこまで深く関与してないので、あんまりこう偉そうなことは言えないんですけども、でも打ち合わせの時にそのね、堀の社員さんがいつも言っていたのは、そのこの堀野の社長さんが、 まあこの今回のこのギターライフというこのゲーム、コントローラーとかを使って遊ぶことで、そのユーザーさんは幸せになれるのかみたいなことを、すごい、この <laughs>、ね、あの攻めてくるじゃないけど、すごい、このね、あのそこを重視してくるっていう話をされてたんですよ。このコントローラーとかゲームとかを使って、いろいろプレーをすることで、その人の人生はね、すごい幸せになるのかっていうことを、なんかすごい、このね、熱くおっしゃるんですって、その社長の方が。 なんか僕はその思いね、すごく好きでして、なんか僕自身もまあ普段、自分がやっている音楽とかレッスンとか YouTube 活動とかが、なんか自分のコンテンツとしてなんか人にどういい影響を及ぼすかとか、どう幸せになるきっかけになれるだろうか、お手伝いができるだろうかということをすごい考えているので、まあ、僕自身はそれに関してですね、めちゃくちゃこの共感というか響くところではあるんですけども、 まあそういったね、この社員さんの頑張りもありまして、その辺の内容はすごくいい感じに仕上がっているかと思います。で、まあ、いろいろとこの否定的な意見もあったりとかするわけですが、まあ、その中の一つとして、まず高いっていうのがちょこちょこあったかなって感じはします。高い。この1万3000円弱が高い。 まあ、ギターゲームとしては高いかもしれないけれども、でもギター本体ってやっぱ買うと5万円とかはやっぱりどうしてもしてしまうし、そこからレッスン変ようとすると、まあ、やっぱりね、月に1万円、2万円とかもかかってしまうので、だから見方によっては、そのギターのコントローラー、そのギターの練習するツールがもらえる。 プラス、そのレッスンがずっとついてくるって考えると、まあかなり安いという見方もできると思うんですが、まあ僕はかなりそっち側の考え方かなと。楽器の値段ってまあピンキリでさ、これ安いやつだとその8000円とか6000円とか7000円とかかもあったりとかするともあるんですけれども、でも正直そういう楽器って、あの、結果的に買ったとしてもプラスアルファのメンテナンスが必要だったりとかするんですよ。 例えばちょっと僕今手元にないですけども、あの僕すごいよく使ってるアコギにその3万円ちょっとで売ってるギターがあるんですよね。で僕そのギターすげえめちゃくちゃ愛用してるんですけども、3万4千円とかで買ったけども、結果的に4万円くらいのお金かけてメンテナンスしてるんですよ。だからトータルで見るとやっぱり7万円、8万円くらいはかかってるって感じで、なかなかね、やっぱこのね1万円、2万円、3万円くらいの楽器を買ってそのまま ノーメンテナンスで誰にも見られずに使われ、使い続けられるというのはなかなか正直ちょっとないと言ったら語弊があるけどもね、やっぱなかなか可能性が難しいというところです。僕がそのレッスンのセットさんでね、あの僕と同じその3万円ちょっとのギター使ってる方いらっしゃいますけども、やっぱり買って一回僕がいじって、ちょっと挑戦してから使える状態にして渡すっていう形にしてたりとかするので、 で、そういう調整が必要ないとか、実践的に使えるっていう話になってくると、やっぱり5万円くらいがね、どうしてもこう、ボーダーラインになってきてしまうんですよ。その辺からちょっとこの、品質が安定するというか、安心が出てくるみたいな。結果的にもっとね、またメンテナンスが必要だったりとかするんですけども。でもギターライフの場合はですね、1万3000円で済んでしまうと。で、何よりも一番いいのが、個体差がないっていうところ。例えばその僕が、 とあるメーカーのこのギターいいですよっていうふうにご紹介したとするじゃないですか。ぶっちゃけ楽器って相手が木だったりとか、そうい手作業で進めてることがほとんどなんで、品質的にバラつきってむちゃくちゃいっぱいあるんですよ。で、そのギターの品質のバラつきってのはですね、高いモデルになるとちゃんと検品されたりとか手直しをされたりとかして調整をされてから出荷されるから、だからそのさっき言った5万円ぐらいから、まちょっとずつこの安心の度合いが上がってくるんですよね。 けど、その5万円以下のモデルとかになってくると、検品とかその辺がちょっとこうね、あの、まあ、ないがしろっていうか、ちょっとまあ、こんなもんでいいやみたいな感じで、ちょっとコストかけらんねえみたいな感じに流れちゃってることもほとんどだったりとかするので、その、品質にばらつきがあると。ところがどっこいい、このギターライフに関しては、その1万3000円で買っていただくと、もう、ほぼ100%、もうばらつき、品質のばらつき全くなく、ほぼこれ、僕と手元にあるものが、もう全く同じものが皆さんの手元に届くんですよ。これね、地味にね、すっごくメリット。 すごくメリット。ギターって、その、ネックって言い方するんですけども、このネックのパーツの精度とか、あとこのブリッジって言うんですけどね、ブリッジの精度とかによって、弾きやすさとか、この弾き心地が全然変わってくるんですよ。その点、本当このギターライフにおいてはですね、もう誰もが100人かったら100人同じ共通の弾き心地でできるから、これむちゃくちゃ大きいメリットなのかなっていう感じがします。で、あとまたよくあったその、一つの否定的なコメントとしては、 やっぱりまあ本物のギターを使わないと練習しても上手くならないじゃないかとかなんかギターが弾けないじゃないかというそういったご意見もちょこちょこあったりとかしましたそれに関してはそうですねあのまあその通りだと思いますよ本当にこのギターライフでギターをたくさん練習してじゃあそうだなギターライフしか弾いたことがないとある男の子がじゃあその男の子に なんかこの本番でちょっと人前でじゃあギター渡すからちょっと本番でこれギター弾いてって言ってやったらまあ100%弾けないでしょうけれどもこの左手のこのコードの押さえた感じに関してはですね結構僕がここをむちゃくちゃこだわって作っているので本当にギターライフでこのコードの形を覚えたら実際にアコギでもエレキでもこのギターを抱えた時に この大きさに戸惑ったりとか、重さに戸惑ったりとか、音のでかさに戸惑ったりとかあると思うんですけども、この握り、ここに、心地に関してはですね、そんなに違和感なくいけると思います。 これ、むちゃくちゃ大きなアドバンテージになると思います。その、ギターライフからギターに移行するときに。全くギターライフとか経験がない状態からギターを始めましたってなると、やっぱりその、楽しいっていうところまで到達するまでにすげえ時間かかるというか、むちゃくちゃ苦労がいっぱいあるんですよ。コード、覚えることいっぱいあるわー、音が綺麗に出ねえわー、なんかどれが正しいのか、どれかあっていうのがわかんねえわ、みたいな感じで。で、そのびいては、うんたらかんたらみたいなのがあって、で、あるときにこう、ああ、楽しいっていう風になるんですけども、そこまでの道のりがすげえ長いと。 けれども、このギターライフでコードの形をね、ある程度覚えて慣れていただけると、こっちに関してはかなり再現度高いと思うので、結構ね、すぐ、えー、この大きさとか、右手のこの運び方とか、抱え方とか、この日に慣れていただくと、すぐにこ楽しいっていうところまで、えー、持っていけると思います。これはマジだ。これはマジだ。なので、ちょっと意地悪な言い方をすると、えー、ギターライフをやってるだけでギターは確かにまあ弾けないと思います。 しかし、ギターが弾けて楽しいっていうところまで持っていける、このアドバンテージとしてはですね、すごい大きなものがあると思うので、決して無駄ではない。っていうことはすごくお伝えしておきます。決して無駄ではない。というか、むしろメリットしかない。っていうところです。ボディがちっちゃいから、まず大きさに戸惑うと思います。でけえっつって <laughs>、抱えらんねえ、わーみたいな。で、音がでかくて、うわー、音でけえ大丈夫かこれみたいな感じで戸惑いとかは、えー、あると思います。が、 左手に関してはそんな感じでございますので、えー、そういうことです。で、またこれまたさらに意地悪なこと言ってしまうと、まあ、本物のギター買ったところで、あの、弾けない人あれば弾けないまま終わってしまうから、別にそこに関してはもうギターライフどうたらこうたらではないんじゃないかなって感じがするんですけどね。やっぱできる人っていうのはですね、あの、このゲームに限らず、その、そういう動力というか、なんかこう、何でもかんでも吸収してやろうみたいな、やっぱ気持ちはすごい強い気がしますよ。 なんか、これで、本当に弾けるようになるのかなって疑心暗鬼になるよりも、わあなんかギターライフ面白い、うわーこれ、あっち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 、あっち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 あそっち,そっち,そっちみ,たみたいな感じで、わああっちの曲もやってみよう、こっちの曲もやってみよう、うわーすげえジングルめっち楽しいみたいな感じで、うわーすごい、なんかさよならエルジーめっちゃむずい、うぅめっちゃむずい、うぅみたいな感じになってる人の方が、なんだかんで結果的に、修練度が高くなるような気がしますので。 まあそういうふうにこの疑う気持ちもあったりとかするかもしれませんが、とりあえずこのギターライフを信じて着々練習を進めていただければ、まあきっと、いつかは、アコギが弾きたいならば、えー、すぐに、この移行ができるかと思われます。そんな感じです。はい。えへへ、でしょうか。まあなかなかね、意欲的な作品ですよね。今までこういうのなかったもんね。すごい、本当に。 で、まあ、僕自身も正直なところで言うとですね、その、ちょっとこの、まあ、レッスンモード、このコントローラーに関してはですね、結構いろいろこの口足をさせてもらったんですけども、そのレッスンモードの方に関してはですね、ちょっとあまりこの関われ、た関われなかったんで、ちょっとそっち側の方も関わることができたらですね、もうちょっとこういうふうにこうしたかったなっていう、ちょっと個人的な思いとかはあったりとかはするわけなんですが、うん。まあ、その辺はですね、まあ、あの、まあ、おいおい、なんか、その、改善、改善というか <laughs>、 なんかバージョンアップとかもあったりとかするのかななんかちょっと僕の方からそうね、堀さんにすごい、こここうしていきましょうみたいな感じで口うるさく言ったりとかして <laughs>、ちょっといろいろ実現に向ければななんて思っているところではあるんですけども。まあ、そんな感じです。はい。いかがだったでしょうか、まあ、ちょっとね、突っ込んだ話もいろいろベラベラとさせていただきましたけれども、まあ、結構このギターライフに購入を迷っている方にとってはですね、なかなか面白い話ができたんじゃないかなと思います。もしですね、この日ももうちょっと聞いてみたいとか、 この辺の話もしてほしいみたいなことがありましたら、コメントの方に残していただくと、まあこのギターライフに関してはしばらく動画をね、作っていこうと思っておりますので、もしよければチェック、あの、コメントしていただけたら幸いでございます。で、ギターライフ実際に買ってやってるよっていう人がいらっしゃったらですね、あの、堀さんの公式チャンネルの方で僕が レッスンビデオみたいなのをですね、あの、公開させていただいているんですよ。そちらの方でその構え方とかピックの持ち方とかどういう風に練習していけばいいのかみたいな、結構自分っていうのもなんですけども有益な話をしているので、もしよければそちらの方の動画も見ていただけたら幸いでございます。概要欄の方に貼っておきますので、もしよかったらプチッとやっていただけたら嬉しく思います。ではそんな感じで、えー、ギターライフの補足動画でございました。いかがだったでしょうか もし気になること、わからないこと、そん他もろもろありましたら、ぜひコメント欄の方にちょこちょこと書いていただけたら幸いでございます。それでは、また違うところでお会いいたしましょう。快適なギターライフを。じゃあねバイじゃらん